西日本旅客鉄道西日本旅客鉄道岡山支社岡山支社の庁舎西日本旅客鉄道岡山支社は岡山県岡山市北区駅前町2丁目にある西日本旅客鉄道の支社の一つであるかつての日本国有鉄道岡山鉄道管理局を継承している岡山県全域と広島県東部及び鳥取県八津郡地図町の一部を管轄する JR 西日本では当支者が管轄するエリアを岡山、福山エリアと定義している。路線 JR 西日本では営業キロエでの支社協会を駅で区切っているため、街頭停車場を協会駅として扱う。なお、がついた路線は、全線が管理区管内に入っている路線である。駅数についての注釈2016年春に、 開催された、晴れの国岡山デスティネーションキャンペーンに合わせて、山陽本線、阿光線、白尾線、宇野線、本守備山線、紀尾線、津山線、福塩線において、路線記号の導入、および、同区間のラインカラーの更新が行われ、旅客案内用に幅広く使用される、姫新線、陰尾線、芸尾線、白尾線2名北は、導入対象外とされたが、 このうち尾線前線と白尾線2位北へは別途、米子支社主導で路線記号とラインカラーが導入されることになった。また、運賃表を路線記号、新ラインカラー入りに更新した駅では、赤江線万州赤江総合間を、総合東、岡山間と、山陽本線、上郡三井間を三国岡山間と、山陽本線、糸崎白市間を白市間、白市,間を白市広島間と、 クレ線全区間を交代開田市間と、福縁線全区間を、福山府中間と、ゲイビ線全区間を、カルガ広島間と、姫新線全区間を、姫路交津機間と同じラインカラーと、路線記号で表記している。またそれ以外の広島支社、近畿統括本部、米子支社間内各線は該当する、ラインカラーと、路線記号で、JR 四国間内は全て灰色で表記している。 なお、国鉄時代の岡山鉄道管理局の管轄は、岡山支社のそれと以下の点が相違する。JR 西日本では、主要駅に駅長を配置してその駅を管理駅とし、さらに管理駅に次ぐ拠点駅にも地区駅長を配置している。岡山支社直轄の管理駅と、その管轄範囲は次の通り、以前は北長瀬駅、庭瀬駅は倉敷駅の 大本区九,九原間隔駅は、小島駅の、白尾先生温備中広瀬間隔駅と木備線、各駅は、新見駅の間隔だったが、岡山近郊で、行政区域と間隔範囲を原則一致させる、岡山市社の方針から、北長瀬駅、二和瀬駅は2010年頃に、大本区九,九原間隔駅は2012年までに、白尾先生温備中広瀬間隔駅と木備線、各駅は、 日中鉄道部廃指示に管理範囲を変更した。2017年6月1日をもって、管内の鉄道部はなくなった。車両の塗色については115系の西日本、共通色や117系の快速、サンダイナー塗装で分けられていたが、2009年12月から、広島支社と同様に、営業車両の外販色を原則として電車は、農央色、機動車は、 国鉄末期の標準色と同じ種色5号の1、色塗りに順次変更されることになった。これは、死者保有車両のイメージ統一を目的としたものと発表されている。なお、ステンレス車両のキハ120系、213系、223系は対象外である。この死者には、熊をモチーフにした、熊なくと猫をモチーフにした、タビニャンの2名のマスコットキャラクターがいる。 2003年11月27日、瀬戸大橋線の備中美之島駅茶屋町駅間の複線化事業と茶屋町駅小島駅間の曲線改良事業を目的とした瀬戸大橋高速鉄道保有が設立された事業は2009年で終了している。ありがとうございます。